アメリカ国務省代表者の社員と懸証金を受け取る、情報を提供者。敵対者に察知されるのを避けるためか、顔を覆っている。彼、彼女のもたらした情報により、フィリピンのテロリスト、アブ・サヤフのメンバーであるカダ・フィジャンジャラに及び、ジャイナル、アンテル・サリ・ジュニア両名の殺害に成功した。情報提供者とは、ある人物、または、組織、団体に関する内部の情報を、 捜査機関や情報機関など別の組織に提供する人物の総称である。日本語では情報や連絡員、協力者、垂れ込み屋などとも言われる。英語ではその他インフォーマーやコンタクトマニアセットと呼ばれたり、スツールピジョンなど様々なスラングもある。また、これを密告者や内通者と呼ぶ場合は、情報を漏らされた側の立場から、 批判的なニュアンスが込められているとも言える。さらには、スパイ呼ばわりされる場合もある。一方、内部告発者という表現もあるが、これに相当する英語のホイッスルブロワー,ーは、内部の人物が、その所属する企業が行う不正や犯罪を是正して、もらいたいがためにやむなく行う、いわば善意的な告発を主に指す。この用語は、通常、法執行の範ちで用いられ、 その場合公式の用語としては、コンフィデンシャルインフォーマンツ、または、クリミナルインフォーマンツとして知られる。加えて、悪意をもって、利益を得るため、個人的な利得のため、または、金銭的利益を得るために、他の当事者の承諾を得ることなく、組織外部の人間に、情報提供することを揶揄する用語として用いられる、場合もある。しかしながら、この用語は、政治、 経済産業及び学術分野でも用いられる。アメリカ合衆国では、秘密情報提供者の使用に関する司法省指針という運用基準が存在する。これは、情報提供者の利用に関する司法長官指針、等以前存在した複数の指針を一つにまとめ直したものである。この指針では、ある一定の条件下での情報提供者の 犯罪関与を許容することが認められている。情報提供者は通常、組織犯罪に関連する人物、もしくはその組織内部の人物である。組織犯罪というものは、まさしくその性質により、多くの人間を、互いに、罪の意識を承知で様々な違法行為に関与させる、ものである。秘密情報提供者が自らは寛大な処置を、 してもらうことを目的に情報を売り渡すことはかなり頻繁にあり、金銭を得ることや警察に自身の犯罪行為を見逃してもらう代償として長期間にわたり組織内部に潜入し情報を提供することもある。また組織の人物が逮捕された後に一部が情報提供者になり変わることもしばしばある。殺人事件の捜査や 麻薬取り締りを含め警察の捜査手法として情報提供者を利用することはごく一般的なことである。警察に有力な情報を提供することにより捜査を援護するいかなる市民も原理的には情報提供者である。CIA は薬物売買の元締めや殺人犯などが今後有力な情報提供者として 何の疑いもなく犯罪組織に溶け込める、よう情報提供者が行う、数々の犯罪行為に目をつぶり、そしてある意味においては、責任の所在が明確ではない情報源確保の、目的で彼らに、何十億ドルもの資金を提供する。このため情報提供者として振る舞う彼らに対し、CIA が寛大な措置や便宜を図ることについて、批判がある。 情報提供者は以前所属していた犯罪組織の仲間からは裏切り者とみなされることが常である。組織の種類、規模がどのようなものであろうとも情報を捜査機関に提供した者に対しては強い敵意が向けられるのは最もなところである。彼らは組織から脅威とみなされ様々な処罰が下される。すなわち絶縁に始まり肉体的暴力、 または処刑、もしくはそれらすべてというような、悲惨な末路に、彼らは至る、可能性がある。このため、通常情報提供者は保護、隔離される。その方法としては、監獄へ習慣し隔離する、または仮に習慣しない場合、新たな身分、個人情報を与えどこか別の場所に引っ越しさせる、かのいずれか一方を選ぶことになるが、前者の場合、すでに習監されていた。 犯罪組織の関係者から報復されるリスクがあるため、後者を選ぶことが多い。情報提供者は、提供先の捜査機関から、謝礼を受けることがある。対テロリズムの一環として、全世界的に展開している米国務省、外交保安部による、司法のための保障プログラムは有名な例である。金額の大きい事例としては、次が挙げられる。2008年。 イヒテンシュタインの複数の銀行に欧米印の多数の資産家の脱税資金が存在することが報じられた。事件の端緒を開いたのは LGT の IT 部門に勤めていたハインリヒキーバーナルインフォーマントであり、彼が口座の電磁記録をドイツ連邦情報局に渡したことから事件が発覚。この情報に基づいて同年2月14日、当時のドイツ郵便 CEO、 クラウス・ツム・ビンケルが100万ユーロもの脱税の疑いで逮捕。さらにキーバー及びバンドから情報提供を受けたアメリカ合衆国、イギリス、オーストラリア、カナダ、フランスの税財務当局が該当する資産家の取り調べを行った。その他アイルランド、フィンランド、イタリア、オランダ、ノルウェー、ギリシャ、スウェーデン、チェコ、スペインの財務当局も関心を示した。 デンマーク政府はこのデータが窃盗によるものであるため、当初は情報の受諾を誇示したが、その後態度を翻した。インド政府のみ、インド人資産家の口座が確認されているにもかかわらず、ドイツ政府の情報提供の申し出を拒絶している。キーバーは、ドイツ政府より、情報提供の見返りとして460万ユーロを受け取っている。だがその金の一部には、 低率10%で税金が課せられた。ことの詳細は、記事2008年のリヒテンシュタインにおける、脱税スキャンダルを参照。昔から現在に至るまで、企業や場合によってはその企業の代わりに、更新書が、労働組合や、労働運動を監視、またはコントロールするために、労働スパイと呼ばれる、内通者を雇うことが多かった。これらおののの情報提供者は、 本職の者か、または、従業員の中から選抜することもある。危機として、共犯者となる者も,もいれば、騙されて、同僚の労働組合組織下の内情を自白する者も,もいる。企業上層部は雇った、情報提供者を政治的及び社会主義的傾向を持つ運動内部に頻繁に潜り込ませ、組織の弱体化、不安定化そして完全な破壊をもくろむ。 ローマ帝国の著述家で、コンスタンティヌス大帝の補佐を務めたラクタンティウスは、古代ローマにおける一つの事例を出して述べている。その例とは、マクシミヌスダイアとガレリア・ウアレリアの婚約を破棄するよう口添えしたと疑う女を訴追する、逸話である。ニーザ・インディード・ c ズ・ゼア・エニー・ j キュージル、アンティル、エーサ・ i テンジュー、ワン・チャージド・ウィズ・ワザ・オフェンセズ、ワズ・インドゥース h スルー・ホ of オブ・パードン、 つぎぶふるすえびでんすあげんすとざいのせんと、ざえきたぶるあんど。ヴィジラントマジストレート、コンダクテッドヒムアウトオブザシティアンダー、エーガード、レストザポピュラスしゅっとはぶすとンドヒム。ザジュワズオーダード、ツーザトーチャーティルヒーシュッドスピークアズヒーハドビン、インストラクテッド。ざいのせんとはコンデムドツーダイ。ノーアズザプロミスオブパドンメド、グッドツーザフェインドアダルタラー。 コーヒーワズフィックストツーエー、ジビット、アンドゼンヒーディスクローズドザホールシークレット、コントライバンス。アンドウィズヒズラストブレスヒープロテステッドツーオールザ、ビホールダーズザットザウィメンダイドイノセント。主役、別の罪に問われていた、あるユダヤ人が、自らの許しを請うがゆえに、この無実の女たちとって不利な偽の証言をするよう、そそのかされるまで、 告発者などまさに誰もいなかったのである。公正かつぬかりない判事は、民衆が彼に石を投げつけない大声をつけて、都市の外へ連行する命令を下した。このユダヤ人を、差し詰め自身が差し図を受けたかを自ら話すまで、拷問にかけるよう命じた。この婿の女たちに死刑が宣告された。そしてまた、御社の約束は、偽りの官府には守られることもなかった。 というのも、彼は、公主題にくくりつけられた後、秘密の企みを洗いざらい暴露し、彼が命絶える、その時、すべての群衆に向かって、女たちは罪を着せられ、死んだのだと抗議したからであった。犯罪における、密告の企ては、しばしば政治的な動機を持った、知能攻撃の隠れ身のとして利用されている。刑事訴訟上の被告人は、 事実心前交流下にある間、往々にして、事故の刑の軽減や、その他の利益誘導と引き換えに、自身が耳にしたと主張する、伝聞すなわち、自身にとって、不利益になる供述や自白を法廷に上進する、場合があり、このような、韓国内の情報提供者がある、主の後半において、大きな焦点となっている。韓国内の情報提供者を利用した、 事件例としては、スタンリー・ウィリアムズ、キャメロン・トッド・ウィリンガム、ジェラルド・スタノ、トーマス・シルバースタイン、マーシャル、エディ・コンバエ書各容疑者の事件を及び、イータン・パッツ、失踪事件の被疑者と関係する事件が挙げられる。情報提供者、インフォーマントを意味するスラングの例として以下が挙げられる。ドロップ、エーダイムという語句は、公衆電話を使って、 当局と情報をやり取りする様子を表しており、転じて垂れ込むことを意味するようになった。日本においても一部の捜査機関がヒューミント手法を用いて対象組織内部に情報提供者を仕立て上げたり、また組織内部の人物から情報提供を引き受けることがあるとされる。また1971年には新聞記者が外務省職員を籠絡した上で、 同省の機密資料を持ち出した事件が発生している。ありがとうございます。